あなたと紡いだキャロル、テイルズオブシンフォニア実況プレイ。前回のあらすじ。封印の手がかりが記されている再生の書は、コレットの偽物に誤って手渡され、所在がわからなくなってしまった。ロイドたちは偽物たちがこれを売却する可能性を考え、アスカード地方へと至る北東の箱根シア峠を目指す。はい、皆さんはこんにちは、ワラニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。あらすじもまあ今回も短かったんですが、ちょっと読ませていただきました。でちょっと連塗りで撮っているんですが、さてと、まあ、この周りをぐるぐると見つつ峠を目指していこうかなといった感じです。とりあえずあそこなんだっけ、なんかイセリアの近くにもありましたよね、これ似たやつが。ノバの竜車誰、おや、お客さんとは珍しい。何か用かな。いや、ただ通りかかっただけだよ。おじさんたちは旅行の最中？私たちは世界の動物を見ながら旅をしているんだよ。動物学者なんだよ。へえ、この物騒なご時世に変わってるな。あいた。素晴らしいわ。学業のために諸国を旅するなんて。ははは、いろいろ珍しい動物を見るのが好きなだけだがね。大きな光る鳥だって見たんだよ。メイちゃんっていうんだこの子。光る鳥？もしかしたら光の精霊アスカかもしれないよね。そう、同じことを思いました。おお、あの鳥は精霊なんですか。なるほど、道理で見たことのない種類なわけだ。なあ、その時の話を聞かせてくれよ。何かの役に立つかもしれないし、興味もあるし、僕も聞きたいな。それなら私よりも息子たちに聞いた方がいいと思う。実は私はあの鳥をちゃんと見れなかったんだ。わかった、聞いてみるよ。ここの音楽いいですね。あ、まだです。あ、セーブポイントがある。あら、あなたたちは。おばさん、あの時はありがとう。あ、やっぱりこの前会った方。ちょっと待って、声が今一瞬枯れたな。ロイド、知り合いなのかしら。僕らが二人の時に優しくしてもらったんだ。それは、その説はこの子たちがお世話になりました。お気になさらないで。それでさ、おばさん、ちょっと聞きたいことがあるんだ。光る鳥について知っていることがあったら教えてほしいんだよ。あの鳥は険しい山中などでしか出会えないのではないでしょうか。それも歩いてはいけないような。どうして、なんでそう思うんだ。歩いていけるところは私たちもうすべて旅して訪れましたもの。すごいな。そんなことで出会えるのなら私たちはもう出会えていてもおかしくはないと思いますし。なるほど。歩いていけるところにはないと。町の近くまで来ても宿に泊まると夜間の観測ができないので、いつもの宿なんです。大変だね。でもたまには町に寄るでしょうね。食料なんか調達したり。お、なあ、光る鳥に会った時のことを詳しく聞かせてくれよ。アルドインくんかな。あ、あれはオササンドウだったよ。頂上付近で野営をしていた時にその光る鳥が現れたんだ。オササンドウか。でも歩いていけないってことは多分今行ってもいけないでしょうよね。でしょうよねってどういうこと。オササンドウか。それと確かあの日は風が強かったよ。そばにあった不思議な音を出す木の実がその風で揺れて綺麗な歌みたいだった。不思議な音を出す木の実？なんだそりゃ。おそらくそれは昔は高地に群生したと言われるインカの木ね。その
紙は風に揺れると鈴の音のように綺麗な音を出したというわ。へえ、そんな木があるんだ。でもさ、それならお笹参道に行けばアスカに会えるんじゃないか。ダメだよ、あそこの木はもうなくなってた。誰かが切って持って行ってしまったのか、それとも土砂崩れか何かで流されたのか。確かに俺たちが行った時にはそんな木なかったもんな。山頂付近で見かけたあの切り株がそうだったのかしら。あった気がします。そういえば結構旅してきたけど、あの木はもうどこにも見つからなかった。乱獲や天災などで絶滅したと思われている木ですもの。簡単には見つからないでしょうね。そうか、じゃあまだまだアスカには会えそうにないですね。シルバラントの生態系は海を隔てた東西より山で区切られた南北での方が違いが大きいみたいだ。へえ、面白いね。海より山を隔てた方がっていう感じなのか。あの日にね、私綺麗な木の実を拾ったの。あ、違った私木の実を拾ったの。綺麗な音が鳴るんだよ。それってちょっと見せてくれない？これがリンカの実。あ、確かに綺麗な音が鳴るよ。それあげる。私まだ何個か持ってるもの。優しい。いいの？ありがとう、もらっておくよ。リンカの実を手に入れました。ありがとうね。あ、彼らが光る鳥に出会った状況をまとめるわ。まず、おささん道で出会った。これはその光る鳥が高いところでしか現れないことを示しているわ。次にリンカの木があって、その実が旋律を奏でているように綺麗な音を出していた。そしてその日は風が強く、リンカの実の音色が風に乗って遠くまで運ばれたといった感じね。あの人たちが世界中を旅した後、もう一度おささん道に入ってみたけど、もうリンカの木はなくなってたって言ってたね。で、今までの彼らの旅ではリンカの木を見つけられなかった。少なくとも歩けるところにはなかった。ということは、アスカに会うためには歩いてはいけないようなところを探してリンカの木を見つけるということになるわね。そんなの無理じゃないか。そうね、まあ必要に迫られてないし、仮にリンカの木を見つけても枯れていたらどうしようもないわ。風で音も運ばないといけないし、旋律を奏でるのも難しいね。枯れている木は先生の癒しの術でもなんとかならないのか。私の力だけでは無理ね。枯れてしまったものを癒すためには何か強化するものでもないと。なんかこういう話を聞いてるとファンタジアの時のミントを思い出しますね。なんかまあいろいろ法術っていうのがありましたけど、それにリンカの木の実、木の生命力を引き出すものも必要だわ。なんか条件が大変だな。そう、エクスピアのような小さな欠片でもいいのだけど。それに枯れるということは土も弱っている。え、なにこれ、リンカの木は枯れている前提で話が進んでいる感じですか。土も栄養のあるものにしないといけない。エクスフィアを持ってそうなの親父ぐらいなもんだし、他にもドワーフがいたら持ってるかもしれないけどね。仕方がないわ、アスカは諦めましょう。ふむふむ。あ、なるほど、法則を見つけ出すとは。いや、すごい。でも会うのが難しいってのが分かっただけだよ。まあそういうことになるが、一応君たちがまとめた情報はメモしておいた。聞きたくなったらいつでも話しかけてくれ。優しいな。あ、ありがとう。もらったリンカの実を見てみようかな。やっぱ貴重品ですね。リンカの実、風に揺れると美しい音色が鳴る木の実、楽器の材料にも使われる。へえ、これは読めないですね、やっぱりアイラの手紙は読めないようです。
昆虫系が多いんだね、ここら辺は。あとは特にないかな。うん、ないですね。じゃあまたフィールドを探索していきましょう。ちょっと待つよ。ちょっと画面回します。なんかあっち側が峠かなって思うんで、まあ、ひとまずこっちから回っていこう。お、早速宝箱レベル2か、いいですね。これって速攻つけた方がいいのかな。ちょっととりあえず探索を先にしちゃおう。おー、危ない。おー、蹴散らしてやる。セブンスター、僕は決まれ。バリア、やっぱりクラトス操作は難しいな。そのコンボをつなげるのがめちゃくちゃ苦手です、私今のところ。どこに行けばいいんだろう。手加減はいらないぞ。決まれ。ここに集う神の御心を示さ、エンジェルフェザー。無駄無駄。決まれ。アイスファストエイド天未見。決まれ。アイスキャン。弱い犬ほどよく吠えるよね。ひとまずこの海沿いをずっと歩いていってみようかな。これあっち側は行けちゃうのかな。なんか地図にありますけど、おロングモードが使える道しるべがありましたよ。わあ、びっくりした。よし、行くぞ。ちょっと見にくいので早くロングモードを使えるようになりたい。よし、この前クラトスで乗ったんで、今度はコレットで乗ろうかな。よし、行くぞ。かわいいな、この組み合わせ、とても癒される。ちょっと危ないぞ。あのなんかちょっと黒くなってる部分なんだろう。なんか見えてきたけど、鳥で、あれかな、人間牧場かな、なんかそんな感じしますね。よし、ここの先端らへんでちょっと降りてみようかな。おー、なんかあるぞ。なんだあれは。まずここで降りてみて、うん、宝箱は、うー、特に何もなしと。あそこのなんか港町っぽいところ行ってみましょうか。ほい、町じゃないなこれ。ソダ島遊覧船乗り場。ソダ島遊覧船乗り場やってまいりました。もうやっぱり寄り道ばっかだな私。ここから船を渡ればソダ間欠泉へ行けるらしい。へえ、間欠泉があるの。なんだなん、あ、レイちゃんだ、かわいいね。あ、ポレットでワンちゃんに話しかけてくとあだ名ついてく感じかな。なんかそんな感じがするぞ。パルマポスタにもワンちゃんいましたよね。話しかければよかったな。こんにちは、ソダ島遊覧船乗り場へようこそ。ソダ間欠泉の見学にはこの遊覧船が便利です。っていうかこれしか行く方法がありません。往復で200ガルドになりますが、ご利用になりますか。ちょっと待ってね、前回の収録ってか、レンドリで撮ってたんですけど、そこからまだちょっとセーブをしていなくてですね、ちょっとセーブを先にしたいと思います。ひとまず休んじゃいましょう。イベントはないみたいですね。じゃあセーブしてきます。よし、セーブ完了したので、どうしよう、完結で先行っちゃおうかな。行っちゃおう、せっかくここまで来たんでね。またいつここに来るかわかんないから、行けるときに行っちゃいましょう。え、これで行くの。
らいじゃん。たらいだよな。ですね。ここはボイスあるんだ。たらいだ。たらいか。わあ、面白そう。私はここで待っています。さあ、行ってらっしゃい。どうしたんだよ先生。別に何でもありません。よくって？私は乗りません。私も乗ったら確実に船酔いしそうだからちょっとやだな。ミフィルはやっぱり船が苦手っぽいね。てかロイドとクラトスの格好がシンクロしすぎですね。面白そうですよ。乗りましょう。そうだよ姉さん。こい。キャ？先生まさか水が怖いのか。あ、そっちか。なるほど。キャ、楽しみと言いかけたんです。強がりだな。大丈夫？意地っぱりだな。え、なんか水入ってない？大丈夫？可愛かったな。キャーだって可愛い。リフィル先生やっと着いたのね。面白かったねロイド。海星が入ってきて転覆するかと思ったよ。ね、やっぱ入ってたよね水。ほら先生。あ、ええ、ありがとう。優しいロイド、かっこいいな。しかし貴重な体験だったな。まあたらいで海を越えるって相当ですからね。でもなんかあれ、千と千尋を思い出しましたよ。空間欠泉、あ、ワンちゃんいる。すげえ。間欠泉っていうのはね、周期的に熱湯や水蒸気が吹き上がる温泉のことなんだよ。お、おう、知ってるぜ。ん？あれ？どうした？ミコ。あ、名前で呼ばないんだ。あの展望台みたいなところの看板。看板がどうかしたか？何か見覚えが…そのせいかな？ん？気になるね。いらっしゃい。雑貨は必要かね？あー、特に大丈夫かな。ライフボトルが少し欲しいところだけど、まあ大丈夫でしょう。まいで、ありがとうさん。もし温泉に入れたとしても、こんなに人がジロジロ見てる中で入る人なんていないわよね。まあ女の人はほぼほぼいないでしょうね。この間欠泉の吹き出す熱量を何かに有効利用できないか研究中なんだ。なるほど、なんか発電とかできそう。たまには看板に書いてること以外を喋り上がれてんだ。どういうこと？あ、その目の前にいる人？ソダ間欠泉。バラクラフ王朝遺跡の町アスカードは三大観光名所と言われています。リジャイアンがいなければ旅業も観光として楽しめるんですが、そこ大変だよね。シルバラントにはここにしか温泉がないのじゃ。昔は湯に入れたらしいが、あそこにある像みたいなのって、あ、ごめんね、なんかいきなりだけど右端にあるやつ、あれってマーテル様の、マーテル教のやつかな。新たな間欠泉が噴き出すようになって入浴できなくなったそうだ。まあ危険だからね。この諏訪間欠泉は今から200年ほど前まで。この看板には何て書いてあるんだ。今から200年ほど前に。そこで終わっちゃうのね。お、ワンワンワン。この子はね、ボブちゃんって感じ。尻尾が可愛いな。女の子なのか男の子なのか、男の子っぽい感じがするけど、これからワンちゃん見かけたらコレットに変更していこうかな。
ここに来る人のほとんどは完結編を見に来るのじゃなく、たらいを体験したい人らしいね。実は僕もそうなんだ。あ、そうなんだね。まあ貴重な体験じゃそうかもね。こっちからも回れるって感じか。これ、なんとかって石、え？石板じゃないか？新作の石板だな。あ、立たされてちょっと恥ずかしかったってこと？あ、だから見覚えがあったんだ。そうか、ここが水の封印なのだな。ラッキー、再生の書なんていらないんじゃないか？バカ者、今後の封印のことを考えると必ず入手するべきものだ。バカだなオイド、姉さんは何よりも古代文明優勢なんだから。じゃあ石板に手を置いてみるね。せーの。ちょっと待って、峠は、おお神秘的だな。あれ、よく現れるね。あ、無視、ムイシュもタライに乗ってきたのかな。ゆっくく、早速調査に向かおう。調査じゃねえだろ、調査じゃ。すごいなあ。あ、コリン。あー来た、かわいいコリン、めっちゃ好きなんです。コリン可愛くて。ち、次こそ覚悟していろ。おお、何この変な動物。コリンの邪魔をするなんて。そう、コリンは喋るんですよ。まったくだよ。いや、こんなところに水の封印があるとは思いませんでした。どうしたんだ？あの娘、入れなかったようだな。何が？巫女を狙っている例の女暗殺者だ。つけてきてたのか。気づかなかったのか。でもさすがクラトスって感じ。たまたまだよ。いろいろ考え事してたし。どんな時も気を抜くな。生き残りたければな。ああ、あんたは完璧だよ。どうせあんたは俺みたいに失敗なんてしねえんだよな。私にもミスはある。大きなミスを犯している。え？なんでもない。今のは失言だ。許せ。失言？今のは？わかんねえな。謎が多い人ですからね。さてと、どうしよっか。水ってことでアクアエッジはやめた方がいいのかな。アイシクルは大丈夫かな。こんな感じで。どうしよう、このパーティーで大丈夫なんだろうか。ちょっと不安だけど、ジーニアスにしよう。今度はジーニアスで動かしたことはあんまりないもんね。早く片付けよっと。お、人手が来たぞ。決めていかんや。あー、クラトスやっぱり難しいな。ちょっと、ジーニアス操作とかどうかな。ライトニング、アクアエッジじゃなくて、で、ここライトニングがいいな、なんとなく。で、ストーンブラスト、ストーンブラストで、フォースフィールドはやんなくてよくって、ウィンドカッター、ファイヤーボールはちょっとここ効かなさそう。だけど一応つけとこう。よし、これでいくぞ。魔法キャラって私ほとんどやったことないんですけど、どんな感じかな。これは厳しい戦いね。
大丈夫。決まれ。飛んでた。ほら、全然ダメだったんだね。聖なる翼。無駄無駄。ここに集えて神の御心を示せ。エンジェルフェザー。なんか、ファイヤーボールやってた。ファイヤーボール。大丈夫。ほら、飛んでた。無駄無駄。クラトスじゃない。援護するわ。バリア。ほら、飛んで。どうしようかな。ライトにライトに戻らせる。ほら、バリア。いて、クラトス一人だけってのがちょっときついんだね、やっぱり。この時はロイドが。ちょっと待って。ちょっとダメだダメだこれ。はい、ちょっとジーニアス操作やっぱきつそうです。ダメだな。やっぱ近接距離じゃないと厳しいな。コレットならいけるか。エンジェルフェザー、ピコハン、アイテム、ブランディス、エイトラストかな。こんな感じで行ってみよう。ちょっと TP の減りが早い、激しいな。やっぱりロイドがいないとちょっとかなり厳しいことが分かったんで、ちょっとパーティーいろいろ変えながらやっていきたいと思います。普通に攻撃が全然当たらないっていうね。決まれ、飛ばせないから。終わりだ。いや、コレットだとここら辺ちっこい敵が多いので、通常攻撃が全く上がらなくて、当たらなくて TP も回復しないから結局攻撃できないっていう、ちょっとかなり厳しい状況なので、やっぱりすいませんがロイドでいきますダメだ、私にはそこまでの技術がない。今のところもうちょっと術とかいろいろ覚えてたらまた違うんでしょうけど、人魚の涙ってなんだ。あ、攻撃品ね。真珠のような輝きを持つ薬、魔術の触媒として重宝されるらしいです。料理をしてもらおうかな。ジーニアスで何を作ろう。オムライスこの前教えてもらったから、解毒だけ。じゃあおにぎりでいっか。おにぎり、じゃあジーニアスじゃなくてもいいかなって感じなんだけど、クラトス特製のおにぎりとかにしようかな。はい、あれ、料理2%か。少ないな。ドワーフの誓い第7番、正義と愛は必ず勝つ。それ嫌いなんだ。いや、戦闘に時間がかかりますな。待ってよ、こいつ強いぞ。こいつ強いぞって言われた。ちょっと待って、じゃあ逃げよう。いや、大丈夫か。無理よ。ちょっと待った、逃げる前にじゃあスペクタクルズ使っておこう。絶対強いのこいつだと思うんだよ。オクトスライム。ありがとう。勝てないことはないか。ちょっと待ってよ、逃走解除してみる。解除してみよう。とりあえずこの邪魔なやつを先に無駄無駄していこうかなって感じなんですけど、ちょっと待ってよ。でも特に技をやってくるってわけじゃないんだよね。じゃあちょっとコレットにグリーンモーカーが意外と強いっていうか、ちょっと待って、結構意外と強いぞ。ちょっと待って、攻撃に戻れると思ってたけど、勝手に無理ですよね、ここ道なんか立たれてませんでした。オレンジ組もっと買っとくんだった。
大丈夫？無駄無駄。こら破産。クラトス自分で折れてる。えい。はは。えい。破産。はは。無理をするな。大丈夫。なんかめちゃくちゃ苦労するほどっていう感じではなかったけど、無駄に CP を消費した感じはある。ドワーフの誓い第7番、正義と愛は必ず勝つ。はいごめん、セリフカットしちゃったけど、この敵なんか持ってそうだな。ライフボトルありがたい。サークレット、サークレットは誰か装備できるのか。あれ装備品じゃないっけ。あ、あった。ウォレットですね。はい、よし。で、まずこの敵、ちょっと待って。あの敵は逃げるやつなのか。お、あれ、お、なんか勝手に引っかかっててくれたけど、なんか来そうだ。あ、ただの別に敵、ここに集いて神の見方を示さ。すごい、なんか重要な敵っていうわけではなかったみたいですけど、なんかまだここ来る場所じゃない気がするんですけど、私は大丈夫でしょうか。いや、ちょっときついぞ、かなり。セーブポイントで回復できればまた違うんだけど、しかも、お、水の機能かな？ソーサラリングから水が出てきたぞ。戦間血縁は水が豊富だからそれに反応したのかな。この力なら離れたところにも水を供給できそうね。でも水が出るだけじゃなんか弱そうだな。そうかな、便利だと思うけど。お、飛距離短くはないかな、別に。どっちにも行けそう。近いからこっちから行こう。おお、危ない。うわ、この敵は水ダメな感じかな。戦闘がまた大変だ、これ。ピヨハン、ピヨハンは、回復役の人につけてほしい。リフィルが全然活躍できてないんだよね。入れてあげたいけど、まあ補助技が多いからちょっと、なーって感じ。こっちはまだいけなくて。サークレットもう一個。フィルがつけられますね。よし、これでいくぞ。やっぱり水が当たるだけじゃ敵はひるまないみたいだな。ダメだ、ジーニアスが死んでしまうので、よくライフボトルがなくなってしまった。ここきついぞ。今のレベルで来るべきところじゃなかった気がするんだけど、大丈夫かなこれ。あれはどうやって解くんだ。でもとりあえずこの敵邪魔だから倒すしかないよね。調査開始よ。調子に乗るな。助けるか。助けるな。マスター、ここはめいたぜ。お、飛べ。あ、そして先行好きなんだよ。あ、ちょっと待って。どうしよう、魔人剣、レックーザンを獅子閃光にして、魔人剣をレックーザンにしようかな。 OK、 こんな感じで。ちょっと待った、逃走は出てみよう。お、ちょっと待て。あー、大丈夫か。獅子閃光いいな、ほんとかっこよくて好きなんですよ。いろいろリングって好きな特技いっぱいあるんですけど、
効果破壊と、ファーストエイド効果あとは他のシリーズで好きな鉄技とかあるんですけどね、まあ、それがまた痛み出てきた時にこれ好きなんですよって言うと思います。獅子閃光消費 TP が大きいんで今ちょっとやるの厳しいですけど、いやかっこいい獅子閃光ほんと好き。実際強いしね。で、料理できるだけやっとかないと。あ、おにぎりがマックスになったぞ、クラトス。サンドイッチ作ってもらおう。おお、いい感じ、いい感じ。とりあえずロイドでいいかな。ジーニアスにしとくか。今はちょっと料理が鍵になってきそう。調べる。水亀の蓋が閉まっている。水亀の蓋を開けないといけないと思うんだけど、もう少しで傾きそう。とりあえずこれを持っていけないよね。ここにはめるとか。お、やっぱり開いたのかな、蓋。あ、閉まってるな。ん？今のカチッてスイッチを押したけど、これでどうなんだっていう話なんですよ。おお、ちょっと危ない危ない。ちょっともう片っぽの方行ってみましょうか。ちょっと時間がかなり来てるんだけど、私こんなにあれ収録するつもりじゃなかったんだけどな。あ、これをどうやって開けたらいいんだ。松明の火が消えている。これって待ってよ。あ、宝箱見つけ。これ火の機能に戻すにはどうやってやったらいいの。これ触ったら元通りに。あ、なるほど、そういうことね。ってことは松明をつけてこっちもつけて、で蓋が開く感じかな。なるほど、了解です、了解です。いや、一手間二手間かかりますな。これで水が出るようになって、水がめに水を入れると。おお、なるほど、先にしたいって正解でしたね。これでどうなるんだ結局どうなるんだっていう感じですが、とりあえずセーブポイントのやつが欲しいぞ。やべえ、ちょっとポレットが6になっちゃってるんで、悲しいやつ。使うか、今料理食べちゃったしな、作って。うんよし、こっちはいけますね。白銀、あ、これでなんか作れるんじゃないの。オレンジ組ありがたい。複数入ってたらもっとありがたいね。あの記憶のなんちゃらっていうやつがもうちょっと欲しいんだけど、全然みんな気をつけてね。敵が落としてくれない。切り捨てるのみ。大変まずい状況にあります。これはやばい。いやー、ちょっと待って、これ戻れるかな。戻れなかったらどうしよう。
ジリヒンの状態じゃちょっと無理だぞ。頑張ろうね。分が悪いか。それ。あ、キャハン。だだ、引くぞ。一気に切り崩す。分が悪いか。それ、レイトラスト。聞くぞ。あ、道が消えてる。本当だ。どうやって帰るんだろう。ミコに反応して道が復活するのではないか。あ、よかった。すっげー、なんかかっこいいな。ほんとよかった。もうこのジリヒンの状態でどうしようかと思った。もうほんと厳しかった。まあ準備が全然できてなかったっていうのもありますけど、ちょっと今回はもう帰ります。時間もかなり取っちゃったしな。ではでは一旦帰って、どうしよう。水の神殿、神殿だっけ、ここ遺跡か。遺跡先に攻略した方がいいのか、それとも峠行った方がいいのかっていう、悩ましいところにいるわけですが、もう今回は終わります。これでもう大変だった。お金どれくらい貯まった。ちょびっと貯まったって感じですね。あー大変だった。よし。でもさ、やっぱりその、なんだっけ、その再生の書がなくても、自力で神殿を探し出せるみたいですね。それもストーリー分岐みたいな感じなのかな。再生の書なしでいくか、それとも、再生の書を手に入れて神殿を探していくか、みたいな。だとしたら普通に、先に峠に行った方がいいですよね、ストーリーの流れ的にも。見つけちゃったしな。でもちょっと今の状態で行くのきついから、次回はやっぱり峠に行きたいと思います。これだけちょっとね、なんか中途半端になってしまって申し訳ないんですが、先にそっちに行ってから水の遺跡戻っていきましょう。はい、そんな感じです。ちょっと今回多分長いと思いますが、次回からもまた頑張っていきたいと思いますので、どうかお付き合いくださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また見ていただけると嬉しいです。それではまたね。バイバーイ。